本寺は大韓民国継承北道義上群にある仏教寺院。韓国仏教の最大勢力宗派である宗慶宗の第十六教区本寺。韓国最古の木造建物の一つである極楽殿がある大鳥帝寺は本寺の末寺である681年に義象が創建した。最初は高雲寺だったが、白木時代末期、ガグモロうとアメカロウを作った。 最遅延の号であるコーンにちなみ、コンジに改名した。高麗時代の930年、雲十禅寺が重修した。李氏朝鮮の時代、大宗による1407年の仏教弾圧の際、存続を許された88寺院の中に、コンジの名前はなく、廃寺になったようである。清宗による1424年の仏教弾圧の際も、 存続を許された三十六寺院の中に名前はなく、引き続き廃寺のままだったようである。百六十八年、かつ聖、かつ木、特層によって重修された。一八百三年の火災の後、翌年に十字分札が重装を行った。八百三十五年の火災の後、太陽殿や近藤を再建した。現在の建物は八百三十五年に、 再建されたものである。日本統治時代の1911年、テラ説礼施行規則によって、朝鮮30本山に指定された。ありがとうございます。